エセキエル・マルセロ・ガライ・ゴンサレスは、アルゼンチン・ド・サリオ出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。元アルゼンチン代表。レアル・マドリード時代のガライ2004年に、ニューウェルズ・オールド・ボーイズで、プロキャリアをスタートさせ、クラブでヒムナ・シアイ・エス・グリマ・ラプラタ戦でデ,デビューを果たした。2005年の12月に、スペインのラシン・サンタンデールに移籍した。ラシン時代は、 不動のセンターバックとして活躍。2006から07シーズンには DF ながら9ゴールを上げるなど攻撃面でも貢献した。2007から08シーズン終了後、FC、バルセロナなどとの争奪戦の末、1000万ユーロと言われる遺跡金でレアルマドリードへ移籍。しかしすぐに全所属のラシンに1年の期限付きでレンタル移籍。 2008から09シーズン終了までラシンでプレーし、2009から10シーズンからレアルマドリードへ復帰した。2009年12月12日のバレンシア CF 戦で移籍後初ゴールとなる決勝点を挙げた。当初は控えとして認識されていたが、ペペが出場停止や怪我などでほとんどプレーできなかったため、スターティングメンバーとなることも多かった。2011年7月、 ポルトガルの SL ベンフィカに移籍金550万ユーロで移籍した。2014年6月25日、FC ゼニとサンクトペテルブルクへ移籍することが発表された。2016年8月31日、バレンシア CF に移籍した。2007年8月22日、ノルウェー代表との親善試合で代表デビュー。2008年の北京オリンピックにおいても、 U-23 アルゼンチン代表に選ばれている。2014年の FIFA ワールドカップでは、グループステージ第一節から決勝戦まで前、試合スタメン出場し、アルゼンチン代表のメキシコ大会以来の決勝進出を支えた。準決勝のオランダ戦では、PK の2番目のキッカーとして成功させた。SL ベンフィカでプレーする、ガライ。ありがとうございます。